ちは。アタックセールスアソシエイツの横山です。余財管理大学へようこそ。本日のテーマは転職に失敗する40代の人の特徴です。まあ、あんまりテーマにしたい内容ではないですよね。40代で転職するためにはどうすればいいのか、3つの特徴を揃えましょうね、3つのスキルを手に入れましょうとかね、こういうポジティブな内容ならいいんですけど、なぜかよくわからないんですが、 YouTube の動画ってこういうことができない人の特徴とか、こういうことがうまくいかない人のポイント3つとか、ね、そういうのの方がウケるんですよね。なので、まあ、残念ながらこういうふうだとダメだよと。で、じゃあどうすればいいのかっていうことはね、紹介はしていきます。で、あとですね、40代で転職するならこの3つの M だけ押さえる、転職に不可欠な10種類のポイントっていう記事、概要欄に書いておきますので、それは参考にしてください。ウォルト・ディズニーに学ぶキャリア戦略、ディズニーストラテジーの紹介、私はこっちの記事の方が好きなんですけど、キャリア戦略ですね、まあ、自分のキャリアをどういうふうに考えるのか、これはまあ40代以外の方でも非常に参考になる話だと思うんですね。とても夢のある話、ウォルト・ディズニーに学ぶキャリア戦略、ディズニーストラテジーの紹介、でこれも概要欄に記事を書いておきます。このネタをね、動画でやってもあんまり受けないんですよね。で、テキスト、つまり文章で書く場合は肯定的なものの方がすごくね受けるみたいなので、私は結構使い分けてます。なので YouTube だとなんでできないのか、コラムとかだとどうやったらうまくいくのかっていう話をねっています、させていただきたいというふうに思っています。では行きましょう。今回は転職に失敗する40代の人の特徴ということで、まあ4つ出します。で、最後はクエスチョンマーク、最後お楽しみということなんですけど、1つ目はスキルが足りない。あのね、スキルって言ってももちろんいろんなスキルがありますよね。マネジメントスキルっていうのも一つのスキルなんだけど、でもやっぱりこう専門性があった方がいいかもしれないですね。で、その専門性っていうのも2つ目の情報収集能力っていうものに関わってくるんですけどね。本当にマーケット、そのマーケットがあるのか、私こんな専門性があるんですって言っても、いやーもうね、正直言って紹介できる会社ないなっていうふうに転職コンサルタントとか転職エージェントに言われてしまっては仕方がないですよね。なのでちゃんと情報収集をしてください。マーケット分析をするということですね。なのでどういう今ねマーケットになってるのか、転職市場どうなってるのかっていうことをちゃんと分かんないと仕方がないわけで、でその上で自分が活かせるスキルっていうものがあるわけですよね。でそのスキルっていうものを活かせるそういう職場ってどこなのかで、例えば転職エージェントとか転職コンサルタントに紹介された、ネットで見つけたとしますよね。この会社だったら自分のねスキル専門性が活かせるんじゃないかっていうふうにもし分かったんだったら、その会社をね徹底的に調べてほしいと思うんですね。調べずに募集要項だけ見て、あ、ここ興味ありますって言って、でその会社に行って話をしたとしますよね。で面接官、私によく面接官するんですけど、ね、なんで我が社を選んだんですかって、相手が新入社員であったり第二新卒だったら、まあなんとなくこういう感じだと思ったんでっていう、そういう抽象的なことを言われても私はまあ OK かなと思うんですけど、相手が30代40代とかねだったら、いや我が社のことって本当に分析した、情報収集した、うちの業界って分かってるっていうことを必ず聞きます。で、よく分かってない、単純に転職エージェントから渡されたそのなんか募集要項だけ見た、でちょっと我が社のホームページだけ見た、もうその時点でダメに決まってますよ。おいくつっていうことじゃないですか。社会人になって何年経ってんのっていうことですね。それでこれだけのスキルあります、これだけね実績過去ありますって、ダメダメ、そんなの、それはあなたが前いた会社のおかげでそういう実績出せたんじゃないんですかと言いたくなるわけですよ。だってうちの会社に入りたいんでしょ、うちの会社ってどれぐらい調べたっていうことなんですよね。例えばうちが店舗をやってるって言うんだったら、店舗来たことあるって、販売スタッフのねところをこう見たことある、自分だったらこの会社に入ってね、でこういうマネジメントすると考えたら、自分だったらこういうふうにやった方がうまくいくと思いますよって、なんか提案とかできないと。だって30代とか40代でしょ、それがなくてこっちがね言ったことやります、そんなのあるわけないですって、それだったらもう20代ぐらいの人をね雇った方がいいわけですので、我が社がまだね
気づいていない問題っていうものを明らかにして、その問題をある程度推論して提案できるぐらいじゃないと40代でそれは転職できるわけないじゃないですか。あとね、そのマーケットの分析もそうなんですけど、自己分析がね非常に足りない人がいます。自分自身はもっともっとね、アピールできる要素があるけれども、それはね言語ができない。だからこの履歴書とかにも書けないんですよ。ですから私ね、正直言って面談してる時に、いや、あなたの良さってこういうとこじゃないんですか、こういうとこじゃないんですか、これもっとアピールすればいいじゃないですか、ああそうですねってその場で言われることがあるんですけど、いやいやいや自己分析能力が甘いっておかしいですよ。26歳ならともかく、あなたおいくつですか、38歳42歳、それ自分自身のことあんまり分かっていないんだったら自己アピールしようがないじゃないですか、っていうことですよね。自分自身が分かっていて、なおかつマーケットっていうのが分かっていて、で、自分が発揮できる場所っていうのはこういう場所だと、で実際にマッチングする、そういうシチュエーションになったとします。いよいよ面談の時だと、そしたら全勢力、自分のマインドっていうものをすごくね、命がけで、準備して、で自己アピールしようと思うじゃないですか。そこにものすごく時間かけないとっていうことですよね。なので私が入れば御社の、ね、戦力になりますって言ったって、自分自身をアピールできない、自分という商品を営業できないわけですよ。営業するためにはマーケティング分析っていうのは絶対に必要です。なのでどういう市場で、どういう会社で、ね、どういう自分という商品を必要とされているのか、それが分からないっていうんであれば、もう必要とされてないですよ。そもそもビジネスセンスがなさすぎるっていうことですね。特にやっぱり大企業に勤めている方っていうのは、まあ、プライドが高いとかそういうことじゃなくて、自己分析能力が低いということと、情報収集能力がとても低いっていう場合があります。どちらも低い、どちらも足りない。なのでなんかね、自分には合わないような会社を受けちゃう時があるんですよ。で実際に面談になった時に、相手から、なんで我が社選んだんですかって言われることがあるんですよ。あなたこういう経歴があって、こういう専門性があるわけでしょ、うちじゃないじゃんっていうことがあるわけですよ。ああそうですねっていうような人、そんな無邪気な人って、それね、なかなか雇ってもらえないですよ。若い人だったら笑いますけど、笑えないですもん、40代ぐらいだと。普通ね、40代で結構ね、できる人だったら、やっぱりエグゼクティブリサーチ、いわゆるヘッドハンティングで引っかかるはずなんですよね。でそれで引っかからないってことは、相当自分で努力しないと難しいです。私も転職エージェントとか転職コンサルタントと、当然のことながら情報交換してるんで、経営コンサルタントなんで、なのでそこはね、必ず押さえておいてほしいんですね。だからね、転職するよりも今ね、ご縁があって入ってる会社でやっぱりね、一生懸命やるか、もしくは会社を立ち上げた方がいい、うん、そうすると経営がどれぐらい難しいことなのか、自分がどれぐらいね、力があるのか、力が足りないのか、マーケットっていうのはどうなってるのか、よくわかります。40代ってあと何年働かなくちゃいけないです。人生100年時代ですよね。私今51歳です。もうすぐ51歳になるんですね。そうすると私ね、90歳まで働こうと思ってますから、あと39年ぐらい働くつもりなんですよ。めちゃめちゃスキル磨いてます。めちゃくちゃスキル磨いてます。もう絶対に若い人に負けないと思ってます。若い人のね、仕事を取るとまでは言いませんけど、でもそれぐらいの勢いがあります、うん、なので自分よりも、そうです、例えばこの YouTube やってるでしょ、 YouTuber で、うまくやってる人ってやっぱり22、3の人とかいっぱいいるわけですよ。22、3の人とか18、9の人でもね、いますよ。でこうやってやればね、YouTube チャンネルの登録者数増えますよとかね、こう結構ね、理路整然と非常に言語的能力高くって説明している YouTuber の方っているわけですよ。でおいくつなのかなと思ってたら、21歳なんだとかね、あるわけですよ。そうそう、私よりも30ぐらい年下ですよ。でも勉強させてくださいっていう感じです、うん、そりゃもうだって相手の方が圧倒的に先輩なわけですから、でしょっていうことなんです。なので自分がね、どれぐらいのスキル持ってて、どれぐらいのスキルが足りないのか、自己分析ができないのか、世の中どういうマーケットになっていて、どういうスキル必要とされていて、そして自分のスキルっていうものをどう磨いていけばいいのかっていうことを日頃から考えておかないといけないです、転職する前にね。で最後は何か、40代で転職して、で失敗する人の特徴は何かというと、申し訳ないけど転職経験がね、非常に少ない人です。っていうかね、転職経験が40代までない人ってかなりきついと思います。なので20代で1回か2回転職していて、30代で1回とか2回転職していて、やっぱり40
20代で、まあ、もう一回ちょっと転職しようかな。まだそれの方がいい。私は営業のコンサルタントです。一回も失敗したこともないような営業さんがうまくいくはずがないんですよ。どれぐらい失敗を繰り返すかじゃないですか。新しい事業を立ち上げる人もそうです。新しい事業をね、一回しか立ち上げたことがない人に対してね、新規事業任せます？任せませんって。いろんな事業を立ち上げていて、どうやったらうまくいくのか、どうやったらうまくいかないのかっていうことが分かっているっていうことが重要なんですよ。そういう人に対して新規事業立ち上げを頼みます。40代で転職するんですよ。自分がフリーランスになるとか個人事業主になるとか、新しく会社を立ち上げるんじゃなくて、どっかの会社にお世話になるってことですよね、転職するってことは。だったらね、いろいろ失敗しておかないと。そうでないと、どうやったら転職うまくいくか、どうやったらね、転職失敗するか分かんないですよ。で、40代の頃から失敗して学んでたらね、遅いっす。で、私は35歳の時に日立製作所を辞めて、その後ね、ほんと苦労しました、うん。なので、やっぱりね、42、3とかで転職するっていうふうに考えた時に、昔と違って今は転職しやすくなってます。昔だったらね、やっぱ42、3とか45で転職って言ったら、もう、ほとんど行く先ないですよ。今だったらあるんだけど、でもちゃんとやんないとやっぱりね、どこもね受け入れてもらえないし、ひどい場合はね、やっぱりあの年収もねドーンと落ちる、まあ、半分以下になることもね覚悟しといた方がいいですよ。本当にそっからねのし上がっていくっていう感じじゃないと。で、私だったら言いますよね、その条件なんて言われたら絶対にあの雇いません、うん、あのこういう金額だじゃないと私働きませんって言わないです。うん、よく言われるんですよね、あのコンサルタントとして頑張りたいです、これだけの実績があります、ただしこれぐらいのね、年収はいただきたいんですけど、いらない、あなたいらないです。なんで条件言うって、うん、コンサルタントとして、実績を保証しますとかね、絶対にアタックセールスアソシエイツ横山さんの部下として力発揮できますっていう自信があるんだったら、自分で成り上がればいいじゃないですか、うん、私のところに会社に入ってから力発揮して自分の給料上がればいいじゃないですか。どうやったらね給料が上がるかを私言いますから、うん、俺はコンサルティング会社です。もうそれは実力第一に決まってます、うん、もちろん基本のねベースはありますけど、なのでそんなわけのわからないね変な給料はしません。普通に生活するまでは出しますけど、いやこれぐらい欲しいんですって言われたら、いやいや出さないってっていう、最大限生活できる、普通に家族がね生活できるようなそれらのお給料を払いますから、そっから頑張ってうわーっていけばいいじゃないですかって、なんでこっちが払わなきゃいけないんだ最初からって、うん、あの私どもは例えば私どもで言うと野球で言うとですね、どっかの会社のね4番バッターとかそのエースピッチャーとかを FA で取るようなことは絶対しません。別に30代でも40代でもね別に構いませんけど、でももうベースは下からです。2年3年経ってね早上がっていけばいいじゃないですか、自分の実力 で。それ自信がないんだったらうちに来なければいいです。それだけです。うちはどんどんね、コンサルタントを募集してるようなそんな会社ではない。でもこういうスタンスの会社って絶対に多いし、でそういう会社に行った方がいいですよ、実力次第だって。うん、でそういう会社に行きたくないってことは自分に実力がないってことでしょ。それはまずいじゃないですか、実力つけておかないと、40代なんだもんっていうことなんです。ですから転職経験が非常に少ない人はね本当にねきついと思います。なので今の会社で頑張るか、もうね自分で会社を立ち上げる、フリーランスになるぐらいな気持ちの方が絶対にいいと思います。今回は転職で失敗する40代の人の特徴というテーマでした。ぜひね概要欄の記事をチェックしてみてください。自己分析が足りないっていう人は、あのこのねディズニーストラテジーっていうものをね常日頃からやって、自分自身セルフカウンセリングとかセルフコーチングができるようになっていた方がいいです。そして、もう一つの3つの M っていうものを意識してくださいっていう記事があるんですけど、この3つの M もね、必ずチェックして、で転職する前にこの能力ぐらいは身につけておいた方がいいです。今回の動画いかがだったでしょうか。余財管理大学、この余財管理大学っていうのは目標の2倍の余財をあらかじめ仕込んでおいて、目標を絶対達成させる営業マネジメント手法、こちらを一緒に学んでいくための大学です。この大学に入学しませんか。この大学に入学する方法はとても簡単です。 YouTube チャンネルに登録するだけです。ぜひ皆さんの入学をお待ちしております。そしてこの動画気に入ったよ、参考になったよっていう方はいいねボタン、高評価ボタンも押してください。また皆さんお会いしましょう。本日はありがとうございました。